くんチャンネルです。はい、今回もね、この150系のクラウンですね、ロイヤルサルン G の制作でパート3かな、はい、をしますが、ちょっとね、一つ忘れてたことがありまして、前回これ下地でウエストブラックを吹いてましたが、その上にね、僕ちょっとね、先走って乾いたらすぐにね、この CLK シルバー、まあベンツとかによく似合う、シルバーですねを拭いてしまいました。はい、ね、エアブラシでこの CLK シルバーの、拭くとこさ、動画ですね、それを撮るのを忘れてました。はい、まあなでもね、なんとかシャーシ以外は、ボディと内装ですね、内装の方はねちょっと薄く拭きました。内装の方ではこのね、ブラウンの色とで、単色ですねとで、もしまあうまいこといくかちょっとわからないんですけど、内装の中でも木目調の部品のとこですね、実写でも木目のとことかがありますので、どうにかちょっとわからないですけど、こんな感じのね、カッパーとかでも使ってちょっと、調合して色を調合して、木目調ですね、色を作ってみて、塗り分けしてみたいかなと思ってます。はい、今のところね、内装はこんな感じです。前回ね全部に、ウエストブラックを拭きましたが、今回内装の方は CLK シルバーでも薄く拭いて、まあパッと見ガンメタっぽいような感じの色ですね、はい、にしてみました。はい、これからね、先ほどの3色かまあ4色ぐらいですね、まあちょっと調合したり色分けしたり、しますので、またそれはね、おいおいちょっと次回でもやっていきたいかなと思ってます。はい、で今回ね、このボディですね、はい、これもウエストブラックの上に CLK シルバーを拭いて、この形、はい、クラウンでもこの150系のクラウンの形で、CLK シルバーを拭いたらなんかベンツっぽいような、はい、感じに見えるのは僕だけかなと思うんですけどね。はい、まあ、でちょっとね、この横とかはサイドとかはまあそんなにね、ザラザラじゃないんですが、ボンネットと屋根とね、トランクはちょっとね、拭きすぎたかちょっとまあ出しすぎたかって色を出しすぎたかなっていうのがあるので、ブツブツにちょっとなってます。はい、だからね、まあこれラプロスの6000番とか8000番とかで、まあ、軽く磨いてでコンパウンドで磨いてでそこからね、
このねモールのとこから下は、マスキングテープ一旦貼ります。はい。でそのモールから上をねこのジャガーグリーンを拭いてみたいかなと思ってます。はい。で、そのモールから下はゴールドにしようかなと思います。あのちょっとね黒めのゴールド、はい、これ赤金と、スポイトでね、一滴ぐらい混ぜて、ちょっとね前にね僕ちょっと試してみたんですが、この赤金にこのウエストブラックを、スポイトで一滴ぐらい入れたら濃いめのね、ゴールドになりました。はい。それがこれ81のマックスですね。今ちょっと止めてるんですが、ここのゴールドのラインですね。はい。のこのゴールドの色になります。こういう感じの色に、持っていきたいと思いますんで、このクラウンもね、このモールから上はジャガーグリーンで、で、このモールから下は先ほど言いました赤金とウエストブラックを混ぜて、濃いゴールドにしてみたいかなと思います。ツートンですねにしてみたいかなと思ってますんで、またねちょっとこれからエアブラシとかで、磨いてボディ磨いてねマスキングしてで、エアブラシの方を拭いていきたいと思いますんで、ちょっと準備がありますので、またね、準備次第、準備が完了次第、動画とか画像ですね、やっていきたいと思いますんで少しお待ちください。でちょっとね、スキップします。
Thank you.
はい、今回はね、この今ねエアブラシで、拭いて、10分ほどちょっと乾かしてました。はい、で、ボディの方ですね、これ下の方、下のモールから下の方は今は、マスキングテープ貼ってます。はい、でモールから上ですねが、これジャガーグリーンになります。先ほどねエアブラシで、まあ動画流れた時は薄くね、1回目で、この片側だけやったんですけど、まあこれね乾いてから、2回拭きました。はい、こんな感じになります。はい、CLK シルバーの上に、ジャガーグリーンを2回拭いたらこんな感じの色になります。はい、で、内装ですね、内装の方は今はこれこの部分と、シートですね、シートとあと、ダッシュボードの一部のとこは単色にしてます。はい、で、このセンターコンソールとか、この内張りのとこの、一部は後からね、後からっていうかまあ、次回のパート4の時ぐらいから、ちょっと筆塗りでね、ブラウンとか、まあ木目の色ですねが出せるんやったらちょっとね、調合して、木目の方もところどころね、塗っていったりとか色分けしてみたいと思います。はい、で、今ねこれダッシュボードなんですけど、このね、ここからカーナビですね、カーナビのとこから下は単色になります。で、この上のねとこは、ブラウンにしてます。はい、こんな感じで、
ダッシュボードは色分けをしました。これもね、まあ、これはマスキングしなくて、エアブラシで一番細くで、やって拭いて、こういうツートンですね、にしています。はい。で、この、エアコンのね、吹き出し口とか、そういうとこのラインに、ね、次回、木目調の色を、拭いていきたいかなと思います。その時はね、上と下と、マスキングテープ貼ります。はい。こんな感じで、今回は、内装の色分けと、ボディのジャガーグリーンの色分けですね。の方、エアブラシで、やってみました。これがパート3になります。はい。でね、次回パート4で、ちょっと、パート4ではちょっと完成はできないかなと思うんで、ちょっと、もうちょっとね、この、150系のクラウンの制作の方をちょっと続きしていきますけど、まあ次回のパート4で、まあ内装とか、ボディのこの、ね、ここの今マスキングしてるとこ、モールから下の方の濃いね、ゴールドにしてツートンにしてみたいかなと思ってます。はい、それではね、今回はこんな感じでちょっと、色分けをしてみましたが、次回の動画もよかったら見てください。お楽しみください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。